はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつざわりょうでございます。ただいま、支部長、東京地区の支部長、絶賛大募集中であります。動画説明欄、もしくは私のツイッターから、応募してください。よろしくお願いいたします。ワシントンポスト報道、ゼレンスキーウクライナ大統領、ロシア軍の標的1位は私、2位は私の家族だ。亡命しない。私が逃げなければ、私が死んでも全国民は戦い続ける。一生懸命だなぁ。その生きやよしと。真っ先にですね、自分だけ逃げて、あと敵の追撃を防ぐために、橋も爆破して、皇族の人民を見殺しにしたですね、李承晩とは、性根が違いますね。そういえば、セウォル号の船長なんかも、自分だけ真っ先に逃げましたけれども、まあ、そういう民族性なんでしょう。あそこは。こういう時に人間性が出るなぁ。窮地に陥った時にですね。はて、我が国の岸田総理はこんなこと言えんのかなぁ。はなはだ疑問であります。良きに計らいみたいな、なんか自分では全く何にも日頃から考えてないような感じありますかね。岸田文雄総理。良きに計らいって言うんじゃねえのかな。ボリス・ジョンソン、イギリス首相、2月19日、電撃戦の後は、報復と復讐と反乱の長く恐ろしい時期が続くだろう。この文だとですね、戦争が終結しても、ロシア軍が撤退しても、ロシアはね、永遠にテロに怯えることになりそうですね。やればやるほど、ウクライナ国民の恨みを買ってね。こちらは、ウクライナ兵を見送る子供たちなんですけれども、30年後にね、この子らが爆弾しょって、モスクワに立ってるかもしんないぞ。いうですね、血で血を洗う憎しみが何十年も続くのかなぁと。ウクライナ国防省発表、ロシア軍の動きを我々に教えてほしい。火炎瓶を作って敵を無力化してほしい。と呼びかけました。そんでもってウクライナ国内のですね、火炎瓶っていう検索ワードが上位に。この呼びかけに応えて、皆さん火炎瓶の作り方どうやるのということで検索したみたいであります。現代の戦車にですね、火炎瓶が有効かどうかは、まあわかりませんけれども、戦闘車両全部がですね、戦車のわけもないですしね。まあ物運ぶ、軍用のトラックとか、まあ兵員を輸送するやつもあるだろうし、火炎瓶が効く乗り物もあるでしょう。ニューズウィーク報道、戦闘前のウクライナ兵インタビュー、国のためなら死んでも構わない。怖くないとは言わないが、私たちの運命だ。ロシア人が待ち遠しい。地獄へようこそ。素晴らしい気分だ。復讐の時が来る。なんかヘルシングとかドリフターズみたいなセリフが並んでおりますけれども、これ復讐の時が来るっていうのはですね、2015年2014年にですね、ロシアとウクライナがドンバス地方ってとこでやり合ったことがあると、その時に参加してた兵隊みたいであります。士気がマックスで羨ましいですね。これが日本だったらどうなるんだろう。岸田総理だったらなんて言っただろう。いちいちですね、日本だったらどうなのかな、考えずにはいられませんね。まあね、敗北主義者、共産党とか立憲の連中みてえなやつが士気を下げるようなことを言いまくってですね、幸福を進めんだろうか。幸福イコール奴隷になるってことですけれども、まあ今のうちからですね、
左翼とスパイ、まあ、あの特殊野党の連中とですね、メディアの連中をですね、敗北主義者と決めつけて排除しておかないと間に合わないっていう危機感を感じます。実際の防衛も前線しているようで、ウクライナ軍発表、ロシア兵3500名が戦死、200名を捕虜にした第35戦車大隊長を捕虜にした、こちらが捕まった戦車大隊長、まあ身分証と写真なんですけれども、ロシア政府発表、我が軍の戦死者はゼロとか言ってるんですけど、そんなこと誰も信じねえよね。戦車大隊長だとですね、まあ大隊を指揮するんですから、階級はまあ最低でも大尉か、まあ少佐か、中佐って場合もですね。ロシア軍、短時間で終わらせる電撃戦大失敗であります。当初の計画、丸崩れ。ロシアって、ひょっとして戦争弱いのかという疑問がですね、ネットで話し合われておりました。ネットの反応です。市民の盾強すぎ、計画外れまくってんな、プーチンこれどうすんの、親戚殺しに行くようなもんだから士気も上がらん。まあ、ロシアとウクライナってロシア語を話すウクライナ人も多いし、ウクライナ語を話すロシア人も多いし、ロシアとウクライナにまたがって親戚もいるし、いうことでですね、末端の兵はそりゃやる気出ないですよね。ウクライナが思ってたよりも強いんちゃうの。大義なさすぎ。ロシア兵がウクライナのおばちゃんに説教されてたけど、アフガンでも負けてるし、もうメンツも経済もボロボロや。ロシアは攻め込まれて、冬に入った時だけ無敵になる。これナポレオンとヒトラーをこれで退けてますよね。まあああちこち占領されて痛みは伴うんですけれども、結局クソ寒くてクソでかいんで兵站が途切れがちで、結局撤退せざるを得ない、で無敵状態、クソ寒いのに補給もない、これロシア軍の話ですね。燃料と食料を尽きて略奪開始したなんて昨日のニュースでありますんでね。プーチン、大ソ連を復活させる。ロシア兵、何言っとるんや。まあ末端はこんな感じでしょうね。ソ連復活させるっつったってね。プーチンは他に選択肢がなかったの。ウクライナが NATO に入っちゃったら大変なの。言ってましたけれども、NATO とやり合わなければいいんじゃねえの、そんなの。なんでそこまで頑張んの？なんでNATO は、ウクライナが NATO に加盟したら、すなわち攻めてくるとか、なんでそういう思考なんだかさっぱりわかんないですけど、ウクライナの前線で、各国の姿勢も、一夜にして、急変、変化しました。ロイター報道、ロシア、国際銀行間通信協会から排除。これ頭文字取ってスイフトっていうらしいんですけども、これ国際間送金決済システムだそうであります。国と国に金送るシステムですね。電子決済、今は現金を両替してそれを送るなんてことってしませんから、これから排除されるってことは、まあ貿易できない経済封鎖状態ですか。まあ他の国から買ったり他の国に売ったりできんくなる、ということですか。別名ですね、経済核爆弾だそうです。スイフト締め出しに伴ってですね、 Apple Pay や Google Pay などの決済もロシア国内で使用できなくなりましたって発表になっておりました。同時にですね、つうべ、YouTube のロシアのチャンネルの収益も今後なしになる方です、なるそうです。まあ動画上げんのは構わねえけど、収益上がっても送金できないからなしねっていうことらしいんですけどね。まあ中国系の PayPay なんかは
ロシア国内で使えるんでしょうか。ロシア国内でペイペイがどんだけ使われてるか全く知りませんけどね。ネットの反応です。プーチン言った。さすがにこれはロシアやばいぞ。ロシア最貧国決定。欧州相手に資源商売してたのに全部封じられたらさすがにきついだろう。だから停戦うんぬん、調停うんぬん言い出してんのか。ただでさえ暴落しとるルーブルとロシア株が死んでしまう。でっかい北朝鮮の出来上がり、これが一番的確じゃないですかね。でっかい北朝鮮になるっていうね。ロシアを助けそうな中国もついでに制裁しろって声が大がったであります。まあ取引がバレればですね、制裁対象になるんで勝手に中国の銀行とかは苦しみそうですけれども、ビットコインで取引すれば問題ないって意見もありましたが、今はそれも規制できるようであります。まあ逃げ道ちゃんと塞いであんでしょうね、こういうのはね。在日ロシア人の皆さんは祖国から送金してもらったり、祖国に送金できんくらって、まあお気の毒様でありますな。ガスの国内需要4割をロシアから買っていたですね、ドイツ、イタリアがこれ、つまりあのスイフトから締め出すっていうのに強硬に反対してたようなんですけれども、態度を変えて締め出すべーってことになったらしいであります。260年もね鎖国してた国があるんだから、ロシアはドンマイって感じですけれどもね。まあ仲間の中国も助けてくれそうだし、260年鎖国してた国はな、助けてくれる国なくてもやってったんだしね。ルーブル元経済圏ができそうですね。ますますあのソ連っぽくなってきたな。ドル、ユーロ、円で世界経済の7割を占めてるそうであります。こっから締め出されるだけなので、ドンマイ大丈夫本当かな。米国ウクライナに 3.5 億ドル分の武器提供を発表、約400億円分ですか。そうするとあの戦車だったら40台、 F35 だったら3機かまああのアサルトライフルだったら結構何万丁もいけますね。これまでもあのトランプ政権がですね、携帯ミサイルのジャベリンを供与していたそうであります。まあ、追加で400億円分支援すからと米国が発表しておりました。ジャベリンっていうのはこういうやつですね。まあロケットランチャーみたいな、携行ミサイルで、戦車もこれでやっつけるみたいな。エストニア、ウクライナにジャベリンを送る、こちらもジャベリンですね。チェコ、オランダ、ウクライナに武器を送る、こちらはあの種類は明らかにしてませんでしたけれども、まあまあ送ることになりました。ドイツ、ウクライナにスティンガーミサイル500機提供する。これちょっと大盤振る舞いだな。スティンガーミサイル500機、500億円はそんなかかんねえか単価がわかりません、スティンガーミサイル。紛争地には殺傷兵器は送れないなんて言っといてですね、今まではドイツで、ヘルメット5000個送ってお茶濁してたのにドイツどうした。スイフトからの締め出しにも賛成するし、ドイツどうした、何があったって感じなんですけど、まあこれと関係あるかもしれないニュース、産経報道、日本政府ガス追加融通を欧州と調整だそうであります。3月中にですね、液化天然ガス数十万トンを支援すると。ちゃんと金は払ってもらえよ、日本人のあの税金でタダでくれてたりするんだよって思うんですけれども、それ以降の追加支援を
まあ、4月からですね、欧州委員会と調整中。欧州委員会というのはEU の EU 政府の部門ですね。国内消費に余裕があれば融通する方針と。まあまあ、日本人が必要な分までは売りませんよってことらしいんですけれども、余裕があったらあげますよ、いう政府の方針だそうでます。数十万トンがヨーロッパの何日分なのかわかりませんけれども、まあ3月中は数十万トンって話ですけれども、ドイツイタリアの急変とまあ関係ありそうかな。直接ウクライナにですね、武器や食料を送れないのが歯がゆいところ。帝国として、ひょっとしたら送れんのかもしんねえけど、バカの岸田がやりたがんない。あいつ何でも何も考えてなくて検討するばっかで、よきに計らえで、送れんだけど送んのないのかもしんないんですけれども、帝国の最終兵器のこの人らをですね、ウクライナに送ってロシア兵に抵抗させてみては。この人ら、帝国の最終兵器ですね。この人らが言うことによるとですね、球場バリアっていうのがあって、攻撃されないらしいんですよ。このプラカードを掲げてれば撃たれないらしいんですよ。だからこいつらウクライナに送って防衛活動してもらったらどうかな。帝国の支援としてですね、見事にロシア軍を食い止めてですね、球場バリア、自分らの主張が正しいって証明してみせるよ。口ばっかじゃなくてさって、思います。朝日新聞国際報道部が、ロシアの治安要員が首都侵入か、キエフに入ったロシアの治安要員って報道し、炎上しておりました。ネットの反応です。ロシアの治安要員ってなんだよ。治安を維持しているのはウクライナ軍だ。ロシア駐日大使の言い分を延々と流してたし、まあロシアのスパイだし真っ赤ですな。現時点でロシア寄りの報道をよくできるな。誰も読んでないから何書いてもいいよ。エビデンスねえよそんなもん。このご時世でですね、ロシアの肩を持つとは、まあ報道の自由が担保されてるってことなのかな。国内において報道を自由にできてるっていう証拠なのかな。まあ外国のスパイって知れ渡ってますんで、朝日新聞は誰も読みませんけどね。炎上した以外目にする機会もこっちにはないし、人民解放軍に習ってですね、キエフ解放軍とか言い出しそうですね、朝日新聞ね。侵略を解放とか報道すっかもしんない。もしそれやってもこっちは驚きませんけど、朝日新聞は外国のスパイって知ってますんでね。ロシア・ウクライナ戦争でロシアの勝利条件は短期決戦で有利な条件で終戦するってことですね。ウクライナはですね、ロシアの兵站が尽きるまで時間稼げればいい。陥落しなければいい。20万の兵隊で侵入したらしいんですけど、ロシア軍ね。防衛側のウクライナはですね、アサルトライフルを政府から渡されておる4000万市民ですね。おじいちゃんもおばあちゃんも、ライフル構えて訓練しておりました。これに各国からのスティンガーやらジャベリンやら、そんでも足んなくて火炎瓶せっせと作りまくってるし、防衛戦、祖国防衛で後がない背水の陣で士気はマックスと。ロシアが短期決戦で勝利できるわけがないな、これな。もうすでに開始から3日経ってるし、もう失敗でしょこれ。2日でっていう話でもう3日だもんね。ロシアの発狂で浮き彫りになった事実。国連はクソ。
核保有国相手だと日米同盟も当てにならない、米軍にも被害が及ぶ米軍基地があってよかったな、帝国もなるべく早く核武装すべき、あるいは核持ってますよって世界中に思わせるべき、帝国も NATO に参加すべき。これウクライナに軍隊を送れない理由がですね、ウクライナは NATO 参加国じゃないから、義務がないからっていうことだったんですよ、各国が言ったのはですね。で、日本もですね、 NATO にはオブザーバー参加してるんですけど、正式なメンバーにはなってない。なぜなら資格がないから。どの資格かっていうと GDP の 2% 程度、防衛費割いてない国は入れません。防衛軍事頑張ってない国が NATO に入ってただ乗りする気だろ、他の国に守ってもらおうって、あの他力本願はずうずうしいってことで、軍事費 2% 世界標準ないと入れない。で、日本は 1. 何パーセントだから入れない。10兆円、まあ正確にはですね 11.5 兆円ぐらいないと 2% にならないんですけど、まあまあざっくり10兆円防衛費ないと NATO に入れない。世界の標準って認められない。ですんでね、なるべく早く防衛予算10兆円にして NATO に入れてもらうべきなんだよな。これね、外国人のために使ってる税金、つまり生活保護とか留学生優遇であるとか、そういうのとですね、全ての事業に広く薄く潜り込んでる男女共同参画予算10兆円、これ地方国の事業にも広く薄く入ってるし、全ての事業にちょっぴりずつ混ぜ込ましているし、もちろん県や都や、豊島区の事業にもちょっとずつ潜り込ましてあるんですよ。で、何に使われてんだか、どこに効いてんだか、さっぱりわかんないですよね、この男女共同参画費用ってね。で、そのトータルが10兆円って言われてるんですけど、これ削ったら余裕じゃね、10兆円まるっと削れたら防衛費15兆円にすることも可能なわけだ。でね、アメリカからばっかり武器買ってないで、国内で生産した武器にそのお金使えば内需も拡大して GDP も上がるわけだ。まあまあ経済活性化したら税金だって元取れるし、大国の指導者でも間違いを犯すと。こんな大きい国なんだから間違わないよなっていうのは甘い。プーチンが現に大失敗やらかしてる。ウクライナの前線で世界各国の姿勢が変わった。ウクライナ頑張っとるな、応援してやっかという気になった。国内に敗北主義者の多いこと多いこと、ロシアを応援するやず多いこと多いこと、まあ帝国内ってことですけどね。九条で侵略されないは大嘘である。共産党が九条を帝国の手枷足枷であるとバラしました。これシーカゾーと全労連が同じく言ってます。朝日新聞は外国のスパイ、まあこんなことは元から分かってましたけれどもね、10年前からね。地域が実効支配されたらそこの救出を名目に侵略されるので許してはならない。知事や市長に権限を与えすぎると危険である。まあ、武蔵野市長とかね、あとヘイトスピーチ条例なんか作っちゃった川崎市長とかね、デニー知事とかね、沖縄、あとリニアモーターカーのなんでかんで妨害しようとしてる静岡県知事とかね、あと世田谷区長も
土佐よくですもんね。地方に権限を与えすぎることは明治維新に逆行するんですよ。これね、江戸時代はそれぞれの土地の殿様がそれぞれ治めてて、地方自治がマックス強かった。でね、撮影戦争でイギリスとやり合って、あと下関戦争でフランスとやり合った長州藩が外国の武力の実力を知ってですね、このままでは日本は各個撃破、藩ごとにちょっとずつ潰されていってしまうと、中央集権国家作んねばダメだ、滅ぼされてしまうって思って組んでやったのが明治維新ですからね。あれで見事に中央集権国家への脱皮が剥がれました。ですんで、地方に権限与えすぎるのは江戸時代に戻るっていうことですよね。私、知事とか市長とか区長とかむしろいらねえんじゃねえわ。中央から一年ごとに代官派遣して、それでそつなくやってりゃいいんじゃねえのかなんてちょっと思っちゃいますけどね。いや、思ってますよ。私、いわき市住んでましたけど、福島空港っていうのは大金かけて作りまして、いらねえだろ、女の。茨城空港なんかもありますけど、いる？それ。これね、もしもの時に、戦闘機が、発着できるように済んだっていう、防衛のための都道府県の空港だったら、まあ文句言いませんけど、それならそう言ってくれれば賛成するんですけど、福島空港、まあ須賀川ってど田舎にあるんですけど、そこまで行くのも大変だね。いらねえよ。地方に権力を与えると、ろくなことねえな。みんな見え張って、かっこつけたくて、自分の県に空港も従っけど、って思います。ロウ戦争で帝国の平和ボケが少しでも改善されるといいんですけどね。こういうようなことが浮き彫りになったじゃないですか。地域を実効支配されて危ねえ。市長が変なやつだと危ねえ。知事が変だと危ねえ。同州制なんか持ってる方だって私は思いますけれども。同州制なんかも国の中に国作るようなもんで、その同州の権限強くなっちゃったら、国に匹敵するようになっちゃったら、そこを独立しますなんて勝手に国に名乗られて、で中国に軍事支援求めたりなんかして、ウクライナと同じようになっちゃうんじゃねえの。だから私、地方に権限与えすぎんのも大反対ですけど、同州制にもそういう理由で反対しております。余計な話になりましたけれども、このね、ロシアの発狂で、皆さん、ちょっと気がついてくれといいな。国連なんでろくでもねえな。同盟なんか当てんなんねえな。核武装したいな。っていうような感じあります。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。